あれ、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、これじゃない。10メートルぐらい行き過ぎた。今揺れました。まだ右に折り返す道がある。あった。これだ。パンクしてないっす。うん。牧野峠、ここですか。人生逆戻り。これが100メートルのピーク、あの、出っ張りがあるの一つ目ですね。これ超えたらあと1個だ。私は確実じゃなくても結構さらっとやってしまうな。いい加減に。ダメならダメで、今までパンク修理失敗したことってあったかな。ミラ、今ですか？いいルート、そう、今ここは大丈夫だろうな、雪は。この周辺雪全然残ってないですよね。ここは大丈夫だろう。標高もほとんど変わらんし。釘。金属多いですね。リム打ちも、あ、確かにリム打ちあるかな。お、直撃。雪が。今ここの標高は100メートルぐらいしかないや。なるほど。私、リム打ちは何度かありますね。スネークバイトってやつ。あ、このエリアの、なんだっけ、何があるのが、ジムが、へえ、いいな。リム打ちはタイヤ、あのホイールをガーンとぶつけて、あの金属のヘリ、まあ、リムっていうところと地面との間でタイヤのゴムが、あの潰されて穴が開いてしまう、開いてしまう状況ですね。あ、車来た。よいしょ。牧野峠。神奈川県の牧目峠みたいな名前ですね。国土地理院地図だと、峠の名前は、あ、書いてあった。牧野。あ、リムテープ劣化も私は経験ないんですよ。害でないの。あとは空気圧ですよね。その、挟まったゴムが穴が開くほど潰されるような低い空気圧かどうか。15年か。そんだけ同じのに乗ってるのもすごい。あ、今のところとりあえず着替えてよかった。半袖。ジャージの薄いやつに。時間に。ここ。あ、罰銃もありますね。もう5時間。タイヤに、すごい量の山菜が取られてたな。バーストっていうと、あの破裂して裂け目ができるようなやつですかね。牧野峠越えます。こんにちは。泥棒ってことはないと思う。この辺り山菜採取禁止という看板は今のところ見てない。棚田、棚田。うん。熊が。トラクターですね。これとかトラクター乗り込めるのかな？道路から。やっぱり人力なんですかね、これ。あ、取っていいか。
サンシャイン60あら、うん、おう、イモリは私はイモリ外で見たことないな。タケノコの里がいい。オッケー。あ、北海道。イモリとカナヘビはだいぶ違いますよ。イモリは腹が赤い、黒い、ヌメッとしてる。カナヘビはいわゆるトカゲです。乾いてて顔が結構鋭角ですね。イモリは顔が丸っこい感じ。あ、ヤモリか。ヤモリはあれは爬虫類ですよね。ヤモリはふやふやしてます。触ってみるとわかります。そうですね。湧き水ですかね。雪解け水ならいくらでもって。また雪があったな。ちょっと日陰だと。イモリ派、イモリ派かヤモリ派かって話したと、私はヤモリ派かな。ヤモリの方がなんか愛嬌がというかより可愛いと思う。こぶしの花ってあの白いやつでしたっけ。坂はまあまあ、右がヒモリのデビューのダンス、日坂ぷんぷん丸です。毒ヒモリは両生類。コップか。オオサンショウウオも生で見たことあったかな。どういう土地。そうそう、鉄オタ。イグアナ、イグアナかつ鉄オタ。やるいませんね。ブラタモリと、あとタモリクラブでも鉄道ネタやってたりしますよね。喋、はあ、ってあの本気で負荷かけて母いながらっていうのじゃないし、そんなに喋るのはそうでもないですよ。負荷は人と喋りながらあの登るのとあんま変わらないと思います、はあ、ただこうやって四六時中話しかけられながらっていうのはまた別かもしれない。あ、そうそう、坂マニア景色。いや、フレッシュの人はこういう景色は今回結構見てるんじゃないかな。あ、でも棚田はあっちの方そんなないかな。北陸の方は坂道登るときは、うん、できるだけあのですね、自分よりも登りが遅い人に合わせて登ると信じられないほど楽です。自分がその普段走るときに結構負荷かけて登ってるのがわかる。だから自分よりもさらに初心者の人と一緒に走ると、その相手の人はとても苦しい、自分はすごく楽。スピード大して変わらないんですけど驚くほど違います。あ、そうそう、写真撮る振りもありますね。標高疲れる。自分より遅い人に合わせると私はむちゃくちゃ楽ですね。引いた。あ、そうだ、アーツさんに頼まれたんだっけ。あれ、箱根を引いたことありますよ。アーツさんがロードバイク買ったばかりの頃に、あのアーツさんを私は引いたことがありますよ。で、私流のそのいくらでも休憩しながら登る方法を伝授したところ、そんなこと関係なしに今すごくあの人走ってますよね。アーツさんという料理自転車の生主さんかな。でも自転車放送はそんなしてないですよね、最近は。引いた、歴殺の歴じゃない。今牧野峠ってところにもうすぐ着きます。
これで越えれば上りはあと1個だけですね。あー、能登の夕焼けいいな。私は水月湾の夕日が思い出に残ってて、今でも名刺の写真にしてます。水月湾、僻地ですよ。あそこは商店すらない、見た範囲だと。でもユースホステルがある。今でもやってるのかな、あそこは。気持ち、引きたく、そうそう、今の暑さ見ると私は引きたくは全くならないな。ていうかその1回だけで、あとはだいたいアーツさんが突っ走っていくところを、もうちょっとゆっくり行きましょうよみたいな感じで一緒に走ったことがあるだけだからな。アーツさんが本当に電動自転車から普通の自転車に移った時に一緒に最初に走ったってだけなんですよね。こんにちは。この辺りまだ和田っていうとこだったっけ。まあ 100m は登ってないぐらいですかね。ここで上のあれは何だろう、あれ学校かな。結局行く、うわ、峠峠。まあ民家こんだけありますからね、平安京エリアン。うん、あれはそれも勘弁、あれもきついです。あの辺りのクラスターの人たち恐ろしい。お、私が行こうとしてるのは右側ですよね。よしよし、左の方は牧野峠ですね。この先土砂崩れのため通り抜けできません。できないって言うからには 100% できないんですよね。あ、ツーリング、このぐらいの速度でよろしければ。いやーと、海はまだ、ここも綺麗ですね。でカエルの声が響いてるのがものすごくいい、いいですね。夕焼け配信は直越についてはそんぐらいの時間かな、多分。チャレンジャーロボという噂もあります。チャレンジャー、FMLE復活すればいいんですけどね。でもどうせまた電波なくなるし、この先どっかで、うん、はあ、あ、そうだ、 GoPro まだ動いてるかな。その他、こんなこともあろうかといろいろ準備しておく人のことですね。 GoPro は動いてる動いてる、うん、YouTube でアップします。あと写真もウェブアルバムに載せるので、そっちは早いので。あつつ、ここからまた下りかな。外出していい、よかろう。やった。ああ、私は山菜採りは種類よく知らないのと、自炊してない人間なので、自炊なんて男のすることじゃねえとかはひとかけらも思ってませんけど、単にめんどくさくて。キノコパスタ、ああ、なんかビーパルとかでやってそうですね、そういうの。以前ビーパルがナンパ系のアウトドア雑誌で、コウハ系のアウトドア雑誌ってなんかなかったっけ。山と渓谷はそれなんでしたっけ。最近なんかあの手のやつビーパルしか見ない。変化キノコ、私は昨日無限キノコが入った、夢の幻の無限だけが入った、やっぱ山系ですかね。あと山系ジョイとかいうライト系のもありますよね。なんかビーパルは軽薄だみたいな風潮が一時期あったような気がするんですけど、山家は私ちゃんと読んだことないんですよ。ビーパルは自転車ネタをちょくちょくやってるんで、サルマタケ、サルマタケのなんだっけ、松本零士の漫画に出てきたやつだっけ。本屋が、あ、その本屋さんが、近所の本屋さんが亡くなったとこいう話ですかね。
バナナ、あ、コーヒーセット実は持ってます。だから今水さえ手に入ればコーヒー沸かして飲むことができる。先手あーですかね。あ、やっぱり男井戸のあれですかね。なんか猿股だかなんだかに入るやつでしたっけ。電車人っていう雑誌でパワーショットとのタイアップ企画やってましたね。あ、電波ダメですか。サイスポはちょっとサイスポあれ保存しとくの無理でしょ。自分境界っていう状態になってますよね。三角撮っといて後でイベント時刻を追って、あ、間に合った間に合った。80年代のサイスポ読みたい。あ、昔は全然違ったんですよ。確かツーリング系の記事もあったはず。よし、パンツから本当に入る。あ、セミのよ、あのセミの幼虫とかにも入ったりする。自転車乗りの人と2人もすれ違いましたよ。今の女性の人かな。ロードバイクの人たちがこっちに登ってきてました。ジョン・ジョーンズ先生、そうそう、私があのあ、ゴールデン後半ですか。こっち続きを、今日こうやって走ろうと思ってます。ん、何するの。あ、イベントありがとうございます。それは YouTube の動画にした時にそのイベントを生かさせていただきます。ありがとうございます。そう、あのツーリング系の記事が最近あるのって自転車人、ツーリング系がメインって言ったら自転車人ぐらいですよね。その昔はフィールドバイカーズっていうツーリング専用、ツーリングはほぼ 100% ツーリングみたいな雑誌があって、それも確か30何号かでなくなっちゃったんですよね。ここも棚田が綺麗。やった、うん、チャリだらけ。ヤビツなんか今メッカみたいな感じですよね。で、下ってくる自転車でスピードが過ぎて危ないけど、ああ、そうですね。昔サイスポは背中はあの角張ってなかったのに、今サイスポ角張ってますよね。サイスポ乗ったのは何年かの9月号だったと思うんですけど、違ったっけ。なんか赤黒っぽい表紙の時です。月刊誌ルーズリーフ。そうです、ファンライド、必ずお姉さんが表紙のファンライドですね。ファンライドは私どちらかっていうとあのヒルクライムをいかに速く走るかとかフィットネス系の記事が多いんでそんなに読んでないんですよね。なんかあのファンライドはポパイ系な感じがする。この表現がなんか不適切で、あの不快に思った方すみません、よく分からずに言ってますけど、なんかポパイっぽい感じがする。ポパイじゃない、ターザン。ポパイって昔の雑誌だったっけ。なんかターザン系な感じがするんですよね。うん、自転車人ですね。
あ、スクロワイヤードってなんだっけ、雑誌でしたっけ。あとシクロツーリングだったか、シクロツーリズムっていうあのブルベの雑誌が分かれてできたっていうツーリング系の雑誌があって、あれはなんかこの間あの皆さん、だからこの間そのシクロツーリングだったと思うんだけど、あのガルパンの聖地巡礼ポタリングの、ポタリングというか現地まで走って行って、そこでシール集めたり、あのスタンプ集めたりするっていう記事が上がってましたね、入ってましたね。すごいよな。まあその聖地巡礼、私もついこの間やったばっかりですけど、一応見て自転車陣が、で、この間その、パワーショットのやつ110で、うん、ニュースサイドどうなんでしょうね。やってんのかな。本屋でファンライド。ファンロードってアニメのやつですよね。まだあるんですか、あれ。ファンロードって古いやつじゃなかったっけ。カーサブルータス。ブルータスはなんか、本当見た覚えがある。なんかあの払いの先がギザギザになってる本当じゃなかったかな、ブルータス。あ、ここはコンプティーク、袋閉じのやつですね。あれは超危険ですね。微笑み巡り旅上越。ん？あ、直越からスタートの予定です。ペン月影の里、かっこいいな月影。カルネージハート のカルネージハートに出てきたあのオーバーキルエンジンみたいじゃないですか、月影。レモンピープルというのもやばいやつですね。月影、あ、今もある、うん、DVD とか確かありますよね。名前かっこいいな、ここモノマガジンっていうのは、なんかあの、リムレモンはやばいアニメ。このエビは高谷川に住んでいると言われている幻の白いエビです。横澄あたりで見たという人もいます。唐揚げにして食べると、ロジック。カルネシアートは確かランダム要素ありますよね。で、それと似た別のプレイステーションのゲームもあったんですけど、そっちは一切あの、乱数要素なかったんで、微妙に調整していくと必ず勝てるっていう。カルネシアート面白かったですね。プログラミングゲームですよね、あれは。おっと、あれがマウス操作でできればよかったんだけど、できたんだっけ、後のやつは。ドブド、そうなんですか。深い、あ、失礼しますか。おう、これはどういう、アイスボ、ジェネシス、なんかいい顔してますよね。安らかな顔、安らかともちょっと違うかな。あ、桜エビ、今の時期でしたっけ、桜エビって。よっと、なぜあれはよじ登ってんだ。あと赤い柱、なんだあれは。あれもアート作品みたいな感じだけど、こっちはもう芸術祭のエリア外だと思います。あの表情っていうのがまた味があるな。こんなパニーがついてるんですか、マジっすか。ドットへ。あの棒は何なんですかね。何かその元になるものがあるのかな。F分の1、眠くなるでしょう、眠くなるでしょう。でも私はこれ声が低音成分が多くて、あの飲み屋さんとかで周りが騒いでる状態になると
声が全く通らなくなります。騒音に完全に紛れてしまって、大通し陰部17時直列ぐらいつけるとちょうどいいんだけど、あと2時間か、間に合うかどうかかな。まあそんなに厳しい状態じゃない。後半こっち、今日は直江津まで行って帰って、3日後に直江津にまた輪行してきて、どっかに行こうかと。15時か。おやつか。急に思い出したけど、また言いたくなったけど、うどん美味しかったな。佐渡の方に行くのもちょっと考えたんですよね。直江津から船で行けるし、そこで3日間使ってとかも。あ、お疲れ様でゲスゲスん東海お評価。君の何の話。いや、多分佐渡じゃなくて能登半島の方に行くと思います。電車、直江津のところ本当止められたらいいんですけどね。ネズミ、アニメっぽいネズミ。あと向こうにはピーナッツが、ピーナッツの絵が。このピサラ、木更津ピーナッツ野郎。坂、あ、佐渡島ですか。ね、まあ海沿いに行ったらそうでもなかったんですけどね。安治と逗子は山陰地方でしたよね。その佐渡に、いや多分行かないです。昼食はかき揚げうどんと釜炊きおにぎりだけ。対馬行ったことない。氷見は氷の実ですよね。氷を見る。氷見も確か通ってるはず。カレーじゃなかった。そういやそうでしたね。カレー空空詐欺。あ、これ最後の登りかな、もしかして。ちょっと確認したい。これ終わったらもうあとはほとんど平坦なのかどうか。渡る、ディズニー横なの。ここだ。ここが最後の登りだ。お、あれ、さっきの人じゃないか。とりあえず写真撮って後で照合しよう。やった。あのジャージ、さっき見たジャージと違うか。私は人の顔じゃ覚えられなくて、その人の服装でしか。ゴーゴーカレー、真ん中赤で横青。全然違うわ。全然色違う。さっき会った人ではなかったです。これ越えると海の方に、途中田んぼずっと通っていきますね。ああ、この辺り結構走る人いるんだ、自転車。これで合計3人に会った。いや、海まではまだ20キロぐらいあるんじゃないですかね。20キロか15キロか。今日自転車結構見ますね。てか、この道自転車乗りが選ぶコースだったんだ、よかった。鳥の名前。昨日の鳥のでしたっけ、昨日でしたっけ。あの鳥はどんな格好してたっけ。もう頭の中でぼんやりしてきた。それでこれ登りきればおしまい。おお、はい、もうあんなところに。見えますかね、向こうにポツッと。レジャー、私は超レジャー。でもレジャーって正確に日本語に訳すと何なんだろう。はあ、前で別ですね。はあ、バスタイム、
空気は多分美味しいんじゃないかな。いまいち分かりません。とりあえずなんか排ガスとかの匂いは全くないわけなんで、空気が、とりあえず無味無臭って感じです。まあ、キック裏側らうん、1泊2時間半ぐらいに抑えるようにしてます。それ以上になるとオリジナルファイルサイズが20ギガ超えるんで、母は今はまあまあしてますよね。おっさんの、トライザーって何？減れば、北側の斜面、今ここから登るのは南側斜面を登っていくんじゃないですかね。途中で右に折れて向こうの方に行くはず。分岐で上越って書いてある。さっきの人は全く見えなくなったな。報酬課金は広告収入ですよね。その入ったって何円かなのに、いちいち見る人にクリックさせるのは嫌なんでオフにしてます、基本的に。結構何がある？田んぼ？棚田が多いんですよ、この辺り。棚田しかないぐらい。あれはアフィンの範疇に入るんですかね。景色、それはアナウンサーとか的には良くない素質ですよね。アナウンサーというかあれかな、演劇とか、まあ、声優とかもそうなのか。広告の、さっきの人どっち行ったんだろうな。うん、右ですね。上越と牧の分岐点、上越方面に向かいます。田んぼに通う、あ、その看板。あれは片面タイプですね。これ間違えるとまたえらいとこに行くんだろうな。いや、田植えまだでしょう。水張ってあるだけです。さっき白なんとかをやってました。テレビやラジオ、あ、白柿ありがとうございます。白柿、これでもう半分残ったかな。いや、だよ、でもなかったです。とりあえず重しとして、トレーニング用の重しとして、20白、あ、その白なんですか。身の白金の白、5月2日、すぐですね。日本アルプスってどれのことなんでしたっけ。ファニアなります、なります。もう少しで今日の登り終わりです。
あと標高差50メートルぐらい、もう 0.7 読売ランド坂ぐらいです。しかもランドと違って車来ない。ランド坂わからないのか。ランド坂登って下ってですからね今日は。全部鳴らしてくれたら楽だろうけど、棚田はなくなるな。今日暑いですね。思ったより気温上がってきた。今日焼けが心配。後半走るときには日焼け止め持ってこなきゃいかんな。うん、200m、あそこ住んでるんですか。前私は響ゴルフ場、ゴルフ練習場のすぐ近くに住んでましたよ。イエス、今日は月曜日。夏、あ、そうなんですかね。冬は雪で夏は暑いのか。ゴルフ崖、20度、50メートル、ほとんど同じとこだな。いいか。あ、そういえば明日から今日、ここの天気悪くなるらしいです。5月2日に復活、5月2日にまた好転してるかな。天気どうなんでしょうね。天気材ではもしかしたら別の場所にするかも。もう少し、あと標高差30ないぐらい。自転車基本的に持って帰るつもりです。そうか、別の場所に行くことも考えたらやっぱり持って帰らんといかんな。まあ別にそれは想定の上なんで、それ前提で走ってきてるんで。お茶、妙高は涼しいでしょうね。ていうかこっちの方もかなり涼しいんですよ本来。昨日まで寒かったです。5月2日だけが天気悪いんですかね。今上り、最後の上り登ってます。なんか近くに境界線が書いてあるからこれがピークかな。3時、それ直江津ではできれば風呂入ってさっぱりしてから帰りたいな。多分直江津は都会だろうから銭湯ぐらいあるんじゃないですかね。2時間、うん、まあいい時間ですね。18時台の特急に乗れれば。あれ、夕飯食うために1時間遅らすか。まあ銭湯みたいな簡単なところがあったらいいんですけどね。楽ですね。といっても今回乗り換えは、乗り換え何回で3回か。越後湯沢乗り換え、東京駅乗り換え、直江津行きに、あ、直江津に銭湯ありますよね。まあ、多分すぐ見つかると思います。探せば。明日出社です。駅にある？直江津駅に温泉あるタイプですか？どこだ？その辺りか。ビーク。
そうそう、綱駅みたいな。あそこもなかなか良かった。思い出の綱駅。出社火事、はあ、おはようございますってあのミスターとか大泉さんがやってたあそこのことかな、はあ、出社火事、うん、綱駅が、はあ、漢方の湯、はあ、どこかここ直江津から続き走ろうかと。まあ基本的に体がガタガタになるような走行ではないので大丈夫です。うん、直江津に今から直江津行って、特急で越後湯沢経由で東京戻り。はは、エロいか、エロいと思うのか。もうすぐピーク。フリップサイン、そうですね、だサインのあたりはなんか地名が頭の中で未だに整理できてないです。どういう順番でどこ走ったんだったか、なんかぼやけてる。ちゃんと地図見ればいいんですけどね。鳥取、島根、山口、そうそう。富山、石川、富山の能登半島の方に行きたいと思ってます。そうそう、なんかスタバみたいなのが生えてる。まだまだ。さて、これがピークかな。多分これで今日の登りおしまい。はあ、白エビ、ホタルイカ有名ですね。はあ、新規は海でですかね。はあ、登り終了。下り。すみません、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 すみを使い切ってます。最近は前はダンシングで低いギアの方が使ってなかったんですけど、今ダンシングできなくなっちゃって、多分フロントサスペンションがないせい、そうに違いない。なんとかっていう最近のがあったのような気がする。整然としたタイプの棚田ですね。見た目の味は効率はいい。良さそう。出かけるとこないな。いいか。今のところで顔洗っていこうかなと思ったんですけどね。
電波ないみたいですね、この辺り。車、車。電波ないとこだったっけ。まあ平地に出れば大体エリア内でしょう。途中どっか結構長い距離エリア外になるところがあったんですよ、今回のルートは。こんな後ろの方だったっけ。まあ一時的なもんかな。増えてきたんで、土井と書いて土肥、土井とか土肥かな、あれは。バスだ、バス。おお、これ行け、行けかな。とでかいな、池だ、ため池かな。でここまで来て電波ないのはちょっと不自然。あれ、上り速度上がってるのに。リロードで
あ、来ましたよね。リロードお願いします。今こっから電波良くなったのか。来てますか。ため池っぽいのがあります。ドイキンザン、あ、さっきのコメント声は言ってたんですね。これで来てますよね、映像。上り速度はギンギンですよ、今ギンギン。あ、でもないな、200を割ったりしてる。うん、大丈夫ですかね。じゃあ行きます。よっ、大丈夫ですね、動いてますね。それに電波が、あ、向こうの方に山が霞んでる。下の人になかなか追いつかない。私は右の方かな。こっちこっち、ちょっとこっちのちらっと見てますね、さっきの人は。後ろから多分カメラついてるのが分かったと思うので、これが、やった。もうこれで平地のはずです。今標高40メートルぐらい。いや、逃げてたわけではないと思います、特に。あそこのかすかな山見えてるかな。ここから見えてるあの山はどこだ。風はないですね。ないか、ちょっと追い風か。バッチリです。よっと、二人とも何が元ネタなんだろうか。はあ、ライ麦、どれが。カラスだ、カラスだ。見えませんか、あれなんだろうな。結構の大きな、結構大きな山が見えてます、雪山が。ライ麦、妙高山か、あっちの方でしたっけ。延長、あ、チェックチェック。飽きてるっぽいです。残り30分17秒。ありがとうございます。富士か。あ、ついでに写真撮っとこうか。延長 OK。 よし、大丈夫でしたね、延長。延長。延長マーケティング。またママチャリ来る、わらわら。ん？ママチャリ？どこ？どこ？海沿いまで行きますか？海沿いまで、そうですね、直江津まで。行ってそこから特急白鷹です。あれ、そんなにこの放送つながってましたっけ。最後に切れて予約枠にしたのいつだったっけ。まだもうそんな経ってましたっけ。16時半終わりってことは10時半にスタートしてましたっけ、この放送。その前だっけ。もっとバリバリ切れてた記憶があるんですが、
1時間じゃノーイズまではつかないかな。振り返し写真どうなってるかな、このカメラ。結局あの Google あのピカサに上げるのは縮小したやつになりますけどね。それでも違いわかるかな。あ、本当に6時間なのか。じゃあ10時半にスタートしたんですね、これ。そうだったっけ。キョロロ出たのが10時半前ぐらいかだったかな。平地は楽だな。下り坂ほどじゃないけど、でも平地をある程度以上スピード出して走ろうとすると私はすごく苦しい。北城ぶどう園、北城オフロードコース。そんな近いですかね。東北サファリパーク。いや、あの、ついてから調べます。着く前くらいで調べるかな。18時の新特急に乗れれば多分大丈夫。まだ全然海って感じがしない。ここで写真撮っとくか。ここを右にして、あ、ズームしちゃいかんのか。ダメか、繋がらないってやる。パノラマ、あ、今映像行ってるんですかね。こいつのパノラマ機能、あのパチ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 写真、あのシャッターを鳴らしながら、あ、失敗した。ダメだな、なかなかうまく、こんにちは、成功しない。なんか傾いてるせいですかね、これ。回転していくして傾くからか。あー、くそ、また。難しい。よっ。年取ったんだね。年取ったからかな。小屋村
弾かれる。もっと早く動かしたらいいのか。ああ、うまくいかない。遅いですかこれ。今度は極端にゆっくり。あ、カメラ早く動かしてください。出ました。早く動かせたそうです。バナナ写真撮ろうと思ってことごとくカメラにダメって言われてます。あ、これどうだ。矢印方向に今度はまっすぐ動かせと。せーの。失敗しますね。もういい、もういい。三脚、そうそう、回転うまくやらないと。いや、こんなにうまくいかなかったことないんですけど。もういい、もっと早く、もっと早く。もういい、もうやらん。全く、あの感覚がまっすぐ、まっすぐとか、まっすぐ動かせてないんですね。くそー、滑らかさが。ふざけんな、てめえ、デジカメのくせに。あ、そうだ、 iPhone で撮ればよかったかな。 iPhone さんだったらもうちょっと優しいです。あのガイドラインも綺麗に出るし、はあ、暗くなって。そう、ロボットがRX100 名筋トレしてないです。そう、悔しい。厳しいですね。10回ぐらいやりましたよね今。でもっと早く動かせとか、まっすぐ動かせとか、うるさいよ。もうちょっと機械の方で頑張れよ。いや、あの今のやつはパノラマ機能あるんですかね。全然ダメでした。ん、フルメ試し、同人機械に感触を起こす。うん、もっと早くですか。で、早く動かしたら今度はまっすぐ動かせって言われました。早くまっすぐ動かせと。三脚あったらくるっと回してあっという間でしょうけどね。そう、 RX100 最近買いました。とにかく細かく動くと、暗いところでもシャッタースピード速い。まあ調整次第ではあるんでしょうけど、ジョギングたまたまだったのかも。ものの、そうですね、自転車とか使えばよかったかな。そう、高解像度は 何よりも高解像度優先する。高解像度だと情報量が多いから。私ですか、サムエアがあるのか私に。あ、78よりも22ぐらい強いです。あ、グリップというかですね、中学校これですか。3は中学校ですか。ここここ3は中前通りました。今隣はこれなんだろう、小学校じゃないよな。いや、小学校か。あの体育館咲いてますね。桜かなこれ、この色。あ、ソフト、うん、うん、健康どうだろう。
日の下ですかね。新車にてありがとうございます。どういたしまして。ニューガンダム、ニューってなんかこんなやつでしたっけ。こんなやつで指動かしたって今のコマ速度じゃ分かんないですよね。おかしいおかしいおこせ。面倒見るとかいう意味の、ん？ん？何がへこんでた？そう、いたずらをするぞ。ものすごくやばい意味なんだ。あ、地図でこれ海まで10キロもうちょいありますね。12、3キロあるかな。なのでまああと1時間ぐらいかな。幅広いですね。に、12、3キロくらいだと思います。うん、おごるが鳥居というなのか。男しか、なるほど、施すっていう感じなのか。あれはお手入れ方向の意味じゃないのかな。まっすぐ行ったら上越市役所、市役所って言ってた。市役所、で、私の予定ルートだとまっすぐかな。市役所、いや別になんか敵意はないですから。シャンソン、なんか空気が乾燥してるのか。ブロマガッタのニコニコのシステムのやつですよね、コミュニティの。新機材の話だったらもうホームページに載せてるし。市役所、うん、12キロ3キロぐらいじゃないですかね。最近カスが確かあれはどうなったんでしたっけ。まだカスってダメなんでしたっけ。見直されたのか。しらさぎ。キス。あ、そうそう、オートフォーカスで前引っかかってたんですよね。そうそう。あ、カタカナのカスがダメなんだっけ。すが。雪山、文明堂のカステラで、よっと、うん、返す豚パチンコ返す、あ、豚もダメなんでしたっけ確か。
あ、海沿いにありがとうございます。ただ到着時間によっては欲が出て早い列車に乗りたいかもしれないので、まあ着いてから検討します。豚がダメだろ、ねぶたもダメだろう。この場合はあれか、ねぷたにすりゃいいんだ、ねぷた。もう食べますかね。あ、フェラーリ。食べていくかな。ねぶ、そうなんですか。セクロさん、もともとそれ回避するための言葉じゃないのかな。セクロってカプコンだったっけ。ん、何が引っかかる。スクーターっぽい。や、スクーターっぽかったでしたっけ、あれ。私の頭の中でスクーターっぽいって、あ、あれか、あれですね、あのスターウォーズの、スターウォーズのあの浮かんですごいスピード出す、あ、そうだ、なんとかスピーダーでいいんでしたっけ、スピーダー、あれをちょっと短くしたようなやつでしたっけ、セクロスの時期って、という古いゲームがあるんですよ。タイトルで、そうそう、あのお台場配信のグラディウス、もうスピーダーでもなく、うわ、名前が出てこなくなった、あのお台場配信のあの人の名前が電風景です。カタカナ2文字ぐらいのなんとかさんだったはずなんだけど、名前が出てこねえ。今20キロは出てるんじゃないかな、これなら。平地で風も問題ないし。あー、ミロさんだ、ミロさん、出てこなかった。人の名前がことごとく出てこなくなる。私はミロさんと握手したことあります。マリオさんが東京タワー配信やってるところに私が突に行って、そこにミロさんも突しに来た。で、その前から私はミロさんの放送は知ってました。で、今は運営の側の人になってますね。弘前がねぶた地球の中の人ですね。健忘症かなりそうだと思います。昔から記憶力にいろんなところで自信がない。自分の記憶力を信用しない男です。うん、のって、ので切るなよ。だからあそこはまだ都会だと思うんですけどね。完成ビル。木曜、今日月で火水で木。木から天気大丈夫ですかね。そう、みかんの人。ゲーム配信やっていく上でその人のキャラクター自体で人気が出るようになったってことですかね。運気はなんか割
割と涼しくなってきました。うわっ怖いよこの舗装、もうこの舗装怖い。紹介議前菜の後はうどんとおにぎり食べました。あのお店でそのうどんが硬くて美味しかったんですよ。縦溝大嫌い、縦溝なんかしねえ。そうそう、生活のまま普通の道ですね。でもこれでも車来ないから走りやすい。ん、下り坂最悪ですね。あの鳥坂峠って山梨県の南、あの甲府の南側にあるあれとかもかなり厳しいです、あの溝は。しかも結構長くあの舗装があるから。それにはまるとこけたことはまだないんですけど、あのハンドル振られるんでむちゃくちゃあの怖いんですよ。ヒヤッとする、ヒヤリハット。ハンドルがですよね、あれむちゃくちゃ嫌だ。こんな道興奮まではしないな、この道は。ただ走りやすいだけ。雨の日基本的に踏まないようにしてますけどね、マンホール。ヒヤリハットは、そうそう、あとヒヤリハットはですね、忍者スレイヤーのですねって、また忍者スレイヤーかよ。なんだっけ、ビジランテだったっけ、京都城の電算室の責任者の人、忍者だけどコンピューターのマネージャーというかセキュリティ担当ですね。溝嫌いです。もう自分で突っ込みます。基本的にわからない人の方が多いと思うから、本になってます。私は買おうかなと思ってます。これ小学校か。うわちょっと5時に行けますよね、独り言言いながら。いや独り言じゃないですから、私の頭の中ではな。ん、何することある。映画化戦車のアニメの方ですね。読みにくいですかね。日本語が面白いから最初にそれでとっつきで入って、中身読んでいくとまた別の面白さがある。戦車なのになんで溝の口、溝の口をですか。溝の口を舞台にしたアニメだったら知ってるけど、うん、人気ありますよね。でも今なんかあの聖地巡礼とか言ったらにわかっぽいじゃないですか、行けなくなるじゃないですか、あんな人気が出たら。私が行ったのは去年何月だったっけ、まだ第3話4話あたりの時だよな、4話の後か。あ、お疲れ様です。そう、なんとか、萌えを毛嫌いするのは、てか萌え否定するのは、あれだよな、あれ。これ神社、何神社？お、砂国？ソーガルパン。最も温かいものは人と人との世界である。今回にという走行もありますね。あ、ラストワーク、16時半までですね。16時半までに着くかな、着かないかな。海に行けたらちょうどいいですね。でそこで放送を切って夢食うなり風呂に入るなり自分で好きにする。オーライに GoPro で撮れなかったですからね、あそこ。あれはあの御子堂で、あの昔の硬派の戦車
漫画の主人公って言ったらいいのかな、わーわー注意は。夜なんか戦術の解説の動画とか面白かったですね。ラッピングの列車は、そう撮れました、この間見ました。ていうか GoPro で撮ったとこですね。あと夏ですね。面白いの、そうですか。懲罰大隊は、なんていうんだったっけ、 ZBV だったかなんとかっていう。将校は下船して対戦車戦闘とかいうので終わってしまうっていう。原文的な。私はあの原文という名前の、正しい読み方知らないんですけど、何踏み？上越で、ご飯の話かな、今のは。海まだまだ。いらっしゃいませ。みんな原文って言ってるけど、あれ違いますよね。なんていうもんだ、あれは。日本海見るのはいつぶりかな。山陰に行ったのが、でも去年行ってるはずですよね。違ったっけ。まあ5日ぶりです。能代、夏休みの能代も日本海でしたね。そうなのか。あの人もお笑い巡礼したんでしたよね。佐渡島は過去に行ってます。今回は多分甲府からは間違って記憶。上越の地元の方ですか。お邪魔してます。とりあえず名古屋駅に向かう。城跡ですか。青森行った時です。秋田から青森に。これやりますね。一人でも食えるらしいですよ、あれ。でもあんこもう季節じゃなくなるのかな。風はこれ微妙に追い風じゃないかと思います。楽だ。ただ尻が少し痛いな。明日仕事です。明後日仕事です。週明後日休みです。雪で。山口県ですか。夕日配信はあれどこだっけ。大黒屋さんっていう民宿に泊まった時ですね。配信、あそこどのあたりだったっけ。あそこの駅の名前なんて言ったっけ。夕日の時のあそこ、最初の美穂なんとかじゃなかったっけ。美穂なんとか。あんこさんチームではやっぱり戦車マニアのやつかな。美穂三角駅か。三角駅でしたっけ。隅が入ったのは間違いなく覚えてる。隅美穂三角でしたっけ。記憶が。一回帰ります。今は制作コラムか動画。私の お笑いの時の動画はろくな画質じゃないです。画質よく立って、アニメ中とのその場所の位置みたいなやつはちゃんとしてないんですけどね。何を使わない。どちらかというと聖地巡礼だと釧路行った時の方が私は熱入ってました。テンション妙に上がってました。夏休みいつからだっけ。宿良かったです。昨日も一昨日も飯もうまかった。一昨日が谷川岳ラズベリーユースホテル。昨
のが山椒ハウス、料理が満足。イカ娘まだ見てないです。あとイカ娘が好きな人はイカ娘ネタをやたら奥ゆかしくなく奥ゆかしくなく出す気がするので、それで少し引いちゃってるところありますね。イカ娘の人は全然知らない、例えば私の放送でもゲソゲソ言ってますからね。ゲソゲソ、このゲソが。でも別にイカ娘の話に限らないんですよね。あれは聖地あるんでしたっけ、クジラ、ゲソ、このゲソがあるから、すみません。娘、春日山城跡ってのありますね。そう、奥ゆかしみ、語尾はないけど実際安いとかですね、実際安いとか、あと友情とかですね。他の水分を、何それ、あれか、飛ばすやつか、エアクワークん。あと 30分弱ありますよね。そう、安い安い、実際安い。あとは敵のアジト の中枢の入り口の入り口のどとの上に大変秘密って書いてあったりですね。英語から直訳した感じの日本語がよく使われてます。あと形容詞だと思うんですけど、何々なっていう読み込み中なみたいな、なぜか形容詞の語尾がつくっていう永遠のゼロ、いや知らないです、それは何のネタでしょうか。信号で足が止まった、久しぶり。もう青になった。ちょっと麦茶飲んでから。暗い、鹿ですか。 1.5 メートルって人の背丈じゃないですか。で、こっから右か。ここから右で、確か幹線道路に向かうんだったかな。これもともとは幹線道路避けた道だったんですよ。雪が。十分あったと思うけどな。直江津駅、これか。直江津駅から海までもちょっとありますかね。1キロぐらいかな。一緒に見よう。キャラクターの方のフィギュアはな、フィギュアはな。大洗の町の町おこし的な活動を見てもキャラクター推しなんですよね。まあそれはそれで、すっかり慣れてからあれなんですけど、戦車押しの方が少ないんだよな。74式が来たとかいうネタはいいんですけど、大体戦車の方も板塗装の時の戦車の絵しか出てこないし、もっと戦車も一緒に起こしてほしい。鹿屋、なるほど。今度映画がある。近い道、これまだですか。私のってことか今の。うげーっていうのはどうなんだこの場合。自分の容姿が嫌いだっていうことになるじゃないか。自分の容姿大好き。乗るの乗らないのっていう話はあるみたいですね。電車、しかもヘルメットに細かいカメラとかついてますよ。ワイヤーもいっぱい伸びてるし。
うん、スピーカーもそうですね。12月はだいぶ先ですね。何乗りで、戦闘機ですか。戦闘機でいたいって言ったら、なんだっけ、アイドルマスターアイマスの戦闘機がどうっていうのはなかったっけ。あれはナムコのゲームの中での話でしたっけ。ナイスの夕日かな。ヤクワクは取らないですね。終わる。あと何キロぐらいだ。 1,2,3,6,7 キロぐらいですかね。5キロまでは近づいてないですよね、多分。でこの枠 では着かない。もうすぐ直江津駅。このまま素直にパッキングすれば17時初めのやつに乗れますね、特急は。うん、後半もこっちの方来て走ろうと思ってます。ラジオの収録があるんだから、ラジオの収録が。あれって実際に水曜どうでしょうでミスターがラジオの番組を落としたこととかあるんですかね。どうでしょう企画の方で帰ってこれなくてとか。ある程度本当に被害が出てないと、あのどうでしょうの方の番組が嘘っぽくなってしまう。直江津から続きのつもりです。来週というか今週、金曜からだっけ。よく予約取ってて、予約を取るというと、自転車は、いや多分持って帰りますね。どうでしょう的にあれか、あの木曜火水木そうです。新作、あれどうでしょうの新作まだやってるんですか。いいよミスター。え、今なんて金曜のなんとか。いや、マジですか。あ、それはヨーロッパはもうそういう前提なのか。生で、あれも生前提じゃないでしたっけ、ミスターが出てたラジオって。今もう上越市に入ってます。だいぶ前から山の中から上越市の何区かってとこかな。ここは上越市の小猿屋って書いてあったの。小猿屋小学校って、小猿海外も、あ、今やってるんですか。今やってるというか、いつ声なんだろう。うん、サイズが切れた気がする。そう、あ、今年出るんですか。でも北海道先行で、その後各地出てやつなんですかね。またアラジオ、私はどうでしょうしか見たことないんですよね。おにぎり温めますかも見たことないし。下越、京都に近い方が上、マジで。うん、通常枠でやります。ヤスケン変態仮面、うん、変態仮面の映画があることは知ってるけど、あれヤスケンがやってるんですか。まさか。え、名物ですか。あそこ前乗り換えたことあるけど、うん、聞いてもらえる。なんかあそこ乗り換えて変なことありましたっけ。覚えてないな。変態仮面で出てるんですか、それとも変態仮面の中に別キャラ、あの登場人物として出てるのかな、別の主人公ではなく。
った。実写で地獄のタイトロープとかやるんですか、あれ。地獄のタイトロープってどうなんだっけ。もうすぐ国道253かな。町ですね。偽変態仮面やってるんですね。そんなあるんですか。253上越テクノセンター、正面のあれはテクノセンター。今日は、昨日はちょっとあれでしたね。でも昨日の方が面白いこと面白かったな。今日の後半は本当に淡々と走ってるだけですね。この終盤のところはやっぱり面白いのは山の中だな。アブロックネショー上越テクノセンターですか。あれ、知りたい、知りたい。で、やっぱりこっちはセーブオンなんだ。セーブオンかセーブイレブンばっかりですね。ローソン見てないな。痛い。結構でもない。ローソンありますか。山の中走ってきた分にはローソンなかったな。ローソンどころか。セブンとセブンイレブンはちょくちょく見たんですよね、今回旅行で。したい。でかー。丸輪って書いてある。丸輪。ベーシアらしいです。少しですね。上越車の人ですかね。大きいプリンテッドサーキット、プリント基板か。うわ、難しい。あと3キロ金属。リビアン。この曲、この何のタイミングの時間でもないですよね。なんだろう。あといつまでなってる。何あれ。反射時間にしても半端ですよね。なんかもう警報だったらどうしよう。勤務してる人にだけ分かる。ソルティですか。ソルティ塩っぽい感じのソルティですか。にしても長かったですよね、曲の流れてる時間が。あと15分3キロだと15分だったらいけなくもないな。まあでも一応海岸見てきますかね。海岸推しが多かったから1キロぐらい海の方に連れてきた時も海見ていきますかね。18時台に乗るつもりだし。あでもな、17時台で帰れるとそれなりに嬉しいかもしれない。20時にもう着くから家に帰ってもゆっくりできるな。あー欲が出てきた、欲が出てきた。17時何分かに乗る欲が出てきた。
うん、人といえば誰なんですか。欲が出てきた。お土産何のことか分かりません。海だ。どこかな。海沿い出るにはどこから行きゃいいんだろう。直江津駅から18時04分え、17時何1分でしたっけ。何に戻りますか。高崎そば、はい、うーん、風呂諦めて飯だけなんか軽く食って帰るという手もあるな。まあまた今度来るわけですからね。うーん、考えましょうかね。虫の呼吸夢行きます。海公園かな。キング17時まで特急にはもう十分乗れますね。これだったらまっすぐ駅まで行ってパッキングすれば、うん、長地あって、え、あってなだちで道の駅で行けば、あ、UK に UK か。ミスターでしたっけ。うん、あ、次回撮るんだったら次回にしとこうかな。無料でもいらん。パンクすると欲がなえる。大阪やって、前北海道の名寄に大阪やって、お、名寄だっけ、あれはアショロだ、アショロ。いや、アショロでよかったっけ、ナヨルだっけ、どっちだっけ。あ、和菓子屋さんか。大阪屋っていう食堂が、あそこアショロだよな、アショロ。北海道のアショロっていう駅の近くにあったんですけどね、今はその駅自体もなくなりました。お疲れ様です。そうか、あ、今のところはなんかお菓子屋さんみたいでしたけどね。別か。館林は多分通ったことないと思います。まだそれ真似だったのかあれって。ん、松山市ある。そうそう、次はそうですね、海沿いに出て海見てからで駅まで行って舗装あるかな。でその後もう風呂は後でもいいかな。今日暑かったけどそんなになんかベタベタで気持ち悪くはないんで、あと T シャツに着替えればさっぱり。ああ、向こうの方でかい工場がある。高津、誰高津船。おお、私はそうない時期に行ったことあるはずですよ。セブンイレブンが石鹸する。石鹸っていうのはあれどういう、石鹸するという文字列で意味はわかるんだけど、あ、右ですか。ちょっと、あ、右に行ったら工業地帯の港に出ますね。それだと川を渡った方が良くないですかね。なんとか川、何川だっけこれ、糸魚川違う、関川って書いてある。一旦川を渡った方がいいんじゃないですか、関川。うん、今日は50キロぐらいじゃないですかね。60キロないと思います多分。最近60キロ走って腹いっぱいだ。うん、糸魚川っていうのはその糸魚川っていう文字列はそういうイメージがある私も。
川渡った方が多分いいですよね。川のこっち側の海沿い、工業地帯っぽいから。向こう側はどうか知らないけど、糸魚川はファストランっていうので聞いたことあります。糸魚川ファストラン、ファストラン、よろしめで。どうするかな。確かに一本特急、向こうアップダウンありますかね。まあ、とりあえず川渡ったら川沿いに行ってみようかな。この海の近くでアップダウンあるんですか。うん、警笛鳴らす。あ、どうしようかな、んかそんなに、あの音が好きなら CD に撮って聞いてろ、ヘッドホンで。素敵ですね。ある意味でバンバンバンって一生あのヘッドホンで聞いてりゃいいのに。でもなんかバッタの腹部バイクは1台だけでしたね。あとは普通のバイクだったな。そう、謎の価値観。それか純粋に嫌がらせをしたいだけだったら、まあ死ねって感じですかね。嫌がらせするのがかっこいいなんて価値観が世の中にあったら、そういう人は死刑にしていいと思うな。でも多分そうじゃないんですかね。っていうか盛り上がりすぎ、コメント。綺麗な景色の時にはこんなにコメントしなかったくせに。これ見よう、キリンキリン。好きな音が、いや全然知らないんですよ。車も知らない。和倉温泉、あ、今のは今のコメント気になった。和倉温泉発のが17時の方ですか、18時の方ですか。18時か。あー、その情報を聞くと余計に17時に17時欲が出てくる。あ、和倉温泉か。あそこ人すん結構来てるんですかね。いや確か来てたな。あの辺りでホテル取れなかった。和倉、あの、仕込んでます。待てよ。でも、うん、白鷹自体がそもそも空き席があるかどうかですね。それを見よう、駅に行ったら。11時1分か。意外と時間ないな。海見に行ってる余裕があるかどうかって。海大体見えてる、大体見えてる。17時1分よくが越後湯沢乗り換えで飯食ってもいいわけですからね。三角、あ、そうそう、三角見てました。おとといまではですね、18時台と19時台は空きがなかったんですよ。昨日見たら空きが出てました。ん、何すればいい。今、とりあえず海は見てみます。もうどんな列車が来るんだ、ここ。あ、来た。白鷹っぽい。あ、そうですか。
ったか。そうそう、あの形、北陸のあたりでしょっちゅう見たな。あれ鈍行列車より町の方が多い。キャンベスシート、おー、160キロで北北線のホームを子供を泣かす勢いで通過するやつ。16時半か。海行って戻ってきたら厳しいかな。でもとりあえず行く。あ、そうですね、次はこう一般で1個取りましょう。なんか和倉温泉発で混んでるとは言っても、指定席が取れればまだ大丈夫。まだ動いてんのかな。すっかり忘れてた。まだ動いてる、うん、今満席に。本当ですか、本当ですか。本当だったら諦めがつくけど、交通費は今日の帰り1万円ぐらいです。1万弱でかー、でかー。本当ですか。じゃあ18時でいいか。じゃあ諦めがつく。ねえ、どれ、白いやつ。サイバーステーション、ありがとうございます。じゃあ18時か。まあとにかく指定席が取れれば乗れる。国線を通りますね、あったか。うん、三角。ここのデータですね、1日で、780ギガぐらいになるかな、1日分で。1080設定で撮って、はい、行きます。席取る、海見てから戻って撮ります。予約。直江津はどうかな、駅前ちょっと見てみないとどんな感じかは。止まんねー。お疲れ様です。記録までです、あと30秒ですね。じゃあ次枠、もう海ついてからするか。次枠は海についてからにします。ほぼついてるけど、船にですか。急がれさんです。結構早く6時間経ってる気がするな、うん、さんです。終わった。もうそこだったな。日本海夕日ステーション、おお、やっぱり 700C はこういう時にキュッと曲がらずすると危ない。夕日ステーション、夕日スポットはどこ。
ま、納得していただける 海スポットが見つからないな。あそこか、あそこか。クルミが殻がたくさん落ちてる。よいしょ。まあまあ。少し途中電波がないところも増えてよく6時間続いたな。やっぱいいな。お疲れ様です。まだ夕日って感じじゃないな。全然よし、行った。日本海、ここ。日本海、日本海。マドロス。あの、足掛けてるあれかな。夕日じゃなかったですね。でもちょっと色がついてきてる、あそこの方。よっと、お疲れ様でーす。温泉水服。そのネタはよくわからん。多分、また、閉鎖的な話なんであろう。あ、これが船見公園？船の形してるとかなんぽいやつでしたっけ。あとあそこに人魚いますね。人魚ん演歌の。とりあえず写真撮って、悪魔のマシーンって何それ。さっきもうちょっと日が見えてたんですけどね、向こうの方は。海は、いや全然荒れてないと思います。はい、やった。夕日っぽい色は少しだけある。FMLにしました。途中枠切れば FMLに移行できたんですけどね。ちょっと傾いてる。よっと。で、17時の白鷹はもうなくなったとのことなので、18時の白鷹を確保しに直江津駅まで行きましょうかね。海に近づかない。砂浜、そこの中にもあのポタファイがあるので隠れない範囲で、この辺りかな。お、犬の足跡。こんな感じで。さて、じゃあパノラマやってみるか。またパノラマやってみようか。よく見ました。せーの。さてな、行った。やりよった。このままバッチリでした。今日はですね、いやそんな多くないと思いますけどね。あ、結構いるな。で、向こうの方の工場地帯、火が燃えてます。火が燃えてるってちょっと変な言い方だけど、火が燃えているのが見えます。
うん、潜水服。何それ、火事じゃなくてあれはガス、出てくるガスを燃やしてるんですよね。よっと、火のところをデジタルズーム最大で映ったか。おお、映ってる映ってる。誰か、鉄工所、ちょっと待ってください。スローフォーカスでエンディングを押して、もっとディスプレイで新キロ、あの辺り、あの辺り、あ、見えます、見えてますよね。あれ、ガスかなんか燃やしてるんですよね、きっと。排出されるガスを。よいしょ、漂流物。あとあそこにあの風車回ってますね、見えますかね。お、お疲れさんです。よし、じゃあ行くか。声はまだこの距離だと聞こえないと思いますけどね。しかし油断は禁物。真後ろ、あー燃えてますよね、あれ。さて、直江津駅行ってまずは切符買おうか。ヒヤヒヤして、私自身が燃え尽きると思います。うん、駅前まで行って、まあ切符買うとか別に放送するとこじゃないんで、駅前でパッキングまでするかな。銭湯とか探していきたいから。おお、さっきここ押してきたんですよ。おっつつ、うおお、埋まる埋まる。よっと、まあとりあえず駅に着いた時点でパッキングを後にするかもしれないんで、着いた時点で放送あります。おお、駅に向かうには、このすぐ近くの道を南下すればいいのか。うん。よし。で、道に出るためには、ここか、やっぱり。切れてるのか、これは。うーん、おー、上り速度出てない。テスト。あ、行かない。なんで？こんな街中で。はい、とりあえず駅に向かいます。これは何の柵かな。コメントワープした。
なんで繋がった今切れたんだろう。復活しましたか。中あれ一瞬だけだったな。上り0キロ BPS。 駅に降るかナス。おかしいな、なんで。よいしょ。ありがとうございます。あ、なんか今いい匂いがした。カレーっぽい匂い。まず指定席取ります。なぜダメなんだ。すれば多分復活しそうな感じですけどね。に向かってます。つぶやいて、いや、なんていうか、まず駅に。会場ですか。なんでダメなんだろうな。受信はできてるのに。あ、また大阪屋だ。お星屋さんだよな。一番良かったのはインパクトがとにかくあるのは、あの雪の行き止まりだけど、直江津駅とこれか、船意識したって。なんとなくわかる。なんとなくね、なんとなく。あ、そうだし、あ、デジカメが切れそうになってる。電池が。昨日の峠はインパクトありましたね。チュールむちゃくちゃ可愛かったな。参照 OK。 じゃあまずお互いを。FMLなのかな。まず渡ってからか。そばどころとかあるな。で、駅のこっち側はあんまり店とかないなぁ。まだ切符切符。やっと。青いというか。到着。
どうだ FMLE の問題、ああだったのか、帯域というよりも FMLE の問題だったのか。リロードで、リロードで、リロードで、誰これ、これこれ、直江津駅前に着きました。なんかこの鳩使いの女性の像が、ほら鳩使い、切符これから取ります。直江津船っぽい、なんかあの境港でしたっけ、あそこの駅にも似てるな、うん、じゃああの切符取るので放送はこれで終わります。よろしいですね。ちょっと待ってよ、放送終了ボタン押せるかどうか確認してから。押せねー、再接続、ちょっとコメント聞こえなくなります。17時1分はギリギリだったな。もう今からゆっくりしてたら全然間に合わない。あとは夕食か、風呂はちょっと厳しいかな、やっぱ時間的に。気まずいタイム。よし、パッキングはちょっと後にするかもしれないんで、まずは切符取ってくるので、その前に配信終わらせます。よし、今度こそ終わらせられる。じゃあ最後の絵はこれ、こう、こんなもんか、こんなもんか。最後の絵にこだわる。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。また3日後、木曜からです。ではお疲れ様です。じゃあ GoPro の方も止めます。って動いてたよね。よし、ありがとうございました。